お疲れちゃんです。ラットです。よいしょ。どうぞ。あ、お疲れちゃんです。池澤です。そして、あ、お疲れちゃんです。焼き鳥です。はい。はい。ということで、今日は3人ですね。まあ、池澤のお家にね、ちょっと遊びに来たんで。いらっしゃい。まあ、久しぶりに参戦ってやつですね。まあ、言うて特になんか、ね、まあ、雑談ぐらいですけど、しゃべり言うても。まあ、一応天狗ともいるんですけど、もうお休みなうですね、一応な、一応いるぐらいだから、一応いるぐらい、ね、はい、ってことで今回はこちらラバデッキでございます。ラバです。はい。で今回のそのラバがバルーンとそのディガーもないラバっていうので、ちょっと珍しい勝ちなんですけど、確かに、でそう、それ大事大事なんですけど、今回のこれにはホバリングと、うん、そのランバーっていうこの2枚があるっていう、もうここでレジと射程でゴリ押すんだな。そう、そう、そういうことで、もうラバ削りで僕の大好きなチンパンデッキが勝てちゃうんですよね。もうバルーンもディガーもなくても、いよいよラバがね勝てる時代になっちゃったっていうのでね、今回こちらを使っていきたいと思います。本当に本当に本当にマジでグラチャリ、俺これミラーマッチもしたいん、っていうぐらいなんかちょくちょくいる。マジで30人も勝てちゃうことがある。言ったな。勝ったことがある。ことがあるな。うん、本当に。でもきついな。きついな。でもその30人からしたらホバリングとかもしんないね。まあ確かに確かに。そうそう。しかもロリババ墓石で工場も止まるし、しかもランバーもあるから、うん、結構防衛にも硬いっていう。なるほどね。なるほどなるほど。はい。ということで解説は池田翼進めさせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リアだぞこれ。めちゃくちゃレアだぞ。そんな初手、そんな初手ホグ飛ばせず俺。墓石もランバーもなかったよ俺。スラッシュオープだな。もうこれで負けたまであるな。いや全然なんだよね。ホグからのナイトですね。さあ、このナイト型のホグということはどのようなデッキが予想されますかね。やはりおや？ああこれはあれですね。キョスケウィザードのスケルトン部隊が入ったデッキ。でトルネ5ウッドといった、まあちょっと珍しいデッキの方だと思われますね。なんでそんなわかる？ウィザードとスケ部隊いるから、この人。なるほどね。この人が使ってるデッキなんですか？いや、違いますね。別の人が使ってるデッキなんですけど。本当にウィザードが出てくる。この人がパクってるやつですね。ここは苦しいが、ランバーが出てきて。で、相手の対抗はウィザードとかしかないんですよね。だから結構これがしんないんですよ。転がしていく。ランバーが回転していく。さあこれは厳しい。さあここでゴリ押していく。でこれもホバリングですね。でも相手はファイアボールを持ってるので、結局ファイアボール防衛されちゃうんですけど、まあそれまでに、おっと、これがホバリングの強み。一発、二発、三発、四発と背景を受け、やば、もねじ込んで、うわえぐい。解説池田翼さんレアだこれ、やば。そうだよ、フラロアリーガージャー解説進めさせていただいたからね。やば、ガチやん。そうだよ、ガチやん、これレアだな。さあということで残りね、タワーのダメージ200、もうポイズン圏内ですね。なんでしっかり守っていきたい。いいキャッチじゃないですか、さすがに。そのウィザードはちょっとね。俺のビビー負けるくね。あ、負けてもでも届かない位置に。あ、墓石殴った。墓石殴ったぞ。でも相手マジでウィザードしかないから。さあ、しかしこのホグを止めるのは厳しいのでは。やばい、やばい、やばい。さあ、ただタワーがおられなければ万々歳。確かに。さあ、おられない、ここは。さあ、これでも守れるのかっていうのが結構難しいね。しっかりと無視してこない。なんてこった。ここは無視するとちょっとね、めんどくさいから。ホイズン打たれて終わってしまうからということなんでしょうかね。そうですね。難しい判断でなったと思いますね。いやあ事故だわそれ、ただの。さあここはポイズンでしっかりと強スキを処理できるか、できた。さあここはあとは、さあこの逆サイ謎のスケルトン部隊、これには何も効果ありませんでしたね。何だったのでしょうか。えやばい、しっかり通るんですが、しかし足りない。あと一発入った。さあこれ敗北圏内ではないが、ウッドを回してしまうと、あやばいやばい、ウッドが間に合わない。セーフ、シャー、ジジ、うまい。優しいデッキもいるもんだな。うん、そう。でもね、違いついんだよね。うん、まあな、キョスケがいい働きするよな、本当に。そうなんだね。キョスケの後ろにホグ出されたら結構きついもん。意外と使われてないだけで結構、まあ、強いよね。いいね、使いこなせば、いいカードってことですね。はい、
まあ、ちょっと今天狗さんが暴れてましたけども、うるさいですね。彼はね、寝相と寝息の悪さでね。マジでやばい、マジでやばい、本当にやばい。えぐいな。やばいよな。気づいたら寝てるし、気づいたらエビっかいてるし、寝相も悪いし。そう、ションテー宝石はどうなんですか。全然いいと思いますね。これは結構、まあ、形を作ると言いますか、うん、なんかそういったデッキよりは結構守ってカウンターでもうラバーを出していくデッキなんで、結構ケツラバーをするというよりはメガゴとかホバリングを割いてから、まあ、端前でラバーをつける感じですかね。ラバルとかだと結構ラバーから展開して形を作るのがいいかもしれないですけど、いや、これはもう形作っちゃいますね。さあ、これはでもちょっと逆サイミニットはちょっと怖いような気もします。さあ、ここはサンスペルジャイアントの構えですね。これはね、これはですね、まあこのあの子から処理していきたいですね。我らが天の神のデッキですね。これはやばい。これはでももう右が無理なんで左攻めちゃいます。さあ、しかしマスケティアが強い。でもベビーが範囲で入ってるんでね、まあいいかなーっちゅうやつですね。そうですね、まあけど、うん、厳しいかな。ちょっと痛いぐらいなんで。さあ、しっかりとマスケットを生かす形。お、でもこのランバーが多分一発や届かないか。まあでも結構相手からしたらメガゴとマスケしかないんで、そうですね、結構こちらからしてはそんなに苦しい状況ではないですね。そうですね、しかもこう自分が割りたいタワーと同じ方向攻められるから、まあ別にそんなにきつくはない。そうですね、この状況でワンチャン真ん中でジャイが、おお、これは美味しいですね。そのまま売り切ってジャイを溶かすことができればなおよし。しかしやっぱディガーないのはきつくね、こういう時。いや、でもラバーが削るんだよ。あともう、そうですね、どうしたで、これも、あ、いい、相手のマスケの位置、エロ。エロいなぁ。メガごとマスケを巻き込まれない。そう、でももうこれで落ちちゃうんだよね。しっかりこれ、しかもジャイアント溶けてますね、これね。そうなんですよね。気づいたら溶けちゃう。溶けちゃう。溶けちゃう。お、待って、しかも今、相手5打ったから。5しました。あ、打ったか。あ、ここでジャイを展開してしまった。これメガゴ。ここはメガゴつけ出してくる。まあ。出るのが分かっているけども、みたいなね。対処ができないと。ザッパー意識で延命して、メガゴを生かしていくスタイル。ハイキさん、非常に防衛がうまいですね。まあ。相手は全て対空を切ってしまったので、メガゴを止める手段がない。さあ、ここで。確かに。で、このまま攻めたいんですけどね、こっちからしたら。こうなってくると、やはり墓石は立てない方がいいんですかね。ああ、てかミニペッカーに結構取ってるっていうのはありますね。確かにミニペッカーが厳しいので、そこで見つかっていきたいといったところでしょうか。さあ、ここに速攻を丸太をかまされるのか、ザップか、ザップからの丸太。しかし、これは2発ぐらい入ってしまう。ここは苦しく。一応延命なんで、こっからですね、こっからはケツからしっかりユニット出して、うんうん、受けていきたい。さあ、これはちょっと結構厳しいんじゃないのか。いやー、鍵がやばい。さあ、少し厳しいような気がしますけれども、いい墓石ティアですね。いい防衛、ありがとうございます。で、ここのタイミングとかでラバーを出しちゃうのが良くないんですよね。しっかり後ろからユニット出して、うん、あるいはこう攻めてくる可能性があるので、しっかり守りからですね、守りつつ様子を伺うと。で、こうなった時にしっかり耳とか余るんでね、ここでラバですね。ここでラバを付け足していくと、ジャイを切ったのでここで攻めてくることはできないかもしれない。で、もうここに対してエロい。ああ、エロくね、相手。これは止められてしまう。相手のユニットの位置がいちいちエロいですね。エロいですね。これは真ん中から、これやばくない、これやばくない、やばい、これハードカウンタージジイやない、これ来ました。ああ、やばい、ハードカウンター、いやー苦しい、これは苦しい。さあ、苦しい。ああ、ミニペッカー。やめて。ああ。切りたいだが、ファイボ圏内で。グッドゲーム。グッドゲーム。終わった。あら。大丈夫だ。終わりましたか。まだ諦めるな。それだ、諦めなければ。まだ一生いっぱいだぞ。そうだ。そうだ。参るぞ。勝ち越せば。それな。はい、ということで。まあ、ラストティア、ガチャティア、そう終わっちゃいますか。うん、よろしく。
それで負けたらラットのフォルダの中に永遠にぶち込まれることになるでしょう。一応表に出ることやめてくれ。ボツリはしたくない。俺はしない。俺にボツ動画など存在しない。さあ本当か。本当だ。1日10本出してるって言ったじゃん。さあラット君も苦労してるんですよ視聴者皆さん。やめてくれ。ここは一つねチャンネル登録そして高評価お願いしますね。本当にね嬉しい。マジで嬉しい。ということで一つそう言いたいのが、うんうんうん、この動画が出てる前日の動画の内容が結構いい、うん、結構めちゃくちゃ立ち回り的なのもすごいいい感じで、うん、言ってたな。プレイも完璧だった。そう結構良かったんだけど、だけどね再生が伸びない。なんでだ。なんでなんだ。みんな分かってくれないのか。そんなキャラだっけ。まあまあそうなんでね、まだ見てない方よければ見てほしいですね。そうですね。なんとか一生懸命やってるんでね。もちろんあのいらっしゃいの人もね一生懸命やってますから。いらっしゃいはどう。いやしかしこの時間帯まあこれエリありますね。これ普通に開いてね、普通にありますね。これいやこれだよ。これがね、おっと刺さってる。そしてこの遅れベビドラ、これは美味しいベビドラですね。しかし、まあ、ここはちゃんと防衛しますね。相手はフリーズなんでね。スケラフリーズですかね。いや、バルフリーですね。あ、そうだ、バルに飛んできたわ。ここを延命するのが大事ですね。あということで、ランバージャックを出しつつ、さあ、しかしこのランバージャックは少し美味しいんじゃないか。痛いですね、でも。しかしこれは1-1勝負になりますかね、これはね。ここでもバルーン来ても、そんな守んない。いや、言うてワンチャン。これ釣れないかな。釣れないですまあいいですね。釣れないかなって、いや、その墓石なんだったら。美味しい。これは美味しい。ユニットが貯められますね。ここで早めにベビドラを一人して、あ、インドラを一人していきたいところ。来たー俺の時代よ。ベビドラが生きればでかいが。さあ生きていく。これはでかい。さあここでポイズンを放っていく。そして陸を切った。さあ向こうはもうこれで全て。でも相手にはフリーズボーイというチートがあるんですよね。さあしかしそこをあこトルネフリーズ厳しい。ここで防衛フリーズの時ですね。しかしいや防衛フリーズも使わないでどかされていく。え抑えられてしまった。さあ永遠にフォルダの中へ。あらその瞬間まであと5秒。いやてくれ。その瞬間が来るのか来るのか来るのか。あフォルダへぶち込み。なんてこった闇のフォルダ。なんてこったゴミ箱へ。1本目。いやマジで違う。本当に結果はこうだった。結果はこうだったんですけど、うん、マジで今の普通のグラチャレの勝率のトップ5ぐらいにいるんですよ。なるほどね。そうそう本当に5位ぐらい。ラバリングよりいい点ってあるのそれ。確かに。なんだろうな。ホバリングなんじゃない結局は。要はホバリング。てかホバリングランバー。だったらホバリングランバー入りのディガーラバディガーを使えばいいんじゃないのか。違うんすよ。違うんすよ。違うの。なるほど。この対空が3枚プラスのランバーっていうのが強いんですよ。なるほどね。その最近結構工場っていうカードが多くて、うん、あディガーが意外と腐り気味になっちゃうんですよ。結局防衛に使ったりとか。なるほどね。でそこでランバーとかホバリングとかで守ってからのそのままカウンターで一気に落としちゃうっていうのがすごい強い。なるほどね。っていうやつですね。なるほど。なんで、まあ、今回僕はねマルチを言っちゃったんでちょっと負けちゃったかもしれないんですけど、うんうんまあ、グラチャで言ってればタンタタンと勝てていくと。そうなんですかね。そうだな。きっとそういうことっていうやつっていう言い訳。言い訳していいわけないでしょー。いやーなんだよこれ。はい本当にどうしてよ。はいまあいいや。そんな感じだな。負けちゃったけど、うん、言うて一回使ってみてくださいマジで。そうだね。そうそれで勝てなかったらもう焼き鳥に取材動画出させる。なんだよね。ラットの息が悪くてすいません。いらっしゃい。いらっしゃい。はい。汗かいたわ。汗かいた。はい。ということでね、今回は終わりにしたいと思いますね。はい。
概要欄にね、はい、焼鳥くんと、はい、池田翼くん、もう知らない人いないよね。やったー、俺今神セット動画とかしか上げてないけど見てねー。もうマジで結構ためになるね、実写動画とかめちゃくちゃ出してるんでぜひね、チャンネル登録して、いやまあ見てあげてくださいということで、はい、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。